さあやってまいりました。本日コマン TV のコマンレディオスタートします。今回第8回目かな、なんかそのぐらいなんですけども、今回ゲストがなんと2人来ております。まず1人目のゲスト、ゆうきさん。はい、お願いします。ゆうきさん、そして今回2人目のゲストをお呼びしております。それではどうぞ、ダニエルさん。はい、休みができました。はい、ダニエルさん初登場でございます。よろしくお願いします。まあ友達、高校からの友達なんですけどね、まあ、普通にまたくだらないトークをやっていこうかなと思います。じゃあ最近どうです、ダニエルさん。最近仕事しかしないです。マジで仕事しかしないから。もう彼週7だっけ、今週はね、週7働いて、今週は週残業なんだっけ。残業はね、そうだね、あの月始めは1日3時間とか、1日3時間、うん、ぐらいは残業あるかな。何時から何時だっけ。いや、日による、大体は8時半から5時半だけど、早い時は5時間7時半みたいな、8時か8時から5時までとかで、ここから8時までか9時までなんだけど。うわ、マジで、うん、9時まで残業。まあでも俺も変わんねえじゃん。変わんないっちゃ変わんないけど、最近はね6時とか7時に上がれてるんで。月始めはほぼパクチーだからもう。ああ、それだるいね。うん、しょうがない。うわ、なるべく月始めにどれだけ休みを入れるかな。なかったけど。それで週7でしょ今週はね。辛いよな、それはな。でも日曜はね、徹夜明けにジョーカーに行ってるし、まあ、別に。ああ、ジョーカー最近ね、上映された。最近上映された。最近ドラマジョーカーね。はいはいはい。え、月にさ休み何回ある？決まってるね。基本的には週に休みの日数限定でカウント入ってるから、うん、今月は9日。ああ、でも9日あるんだ。うん、まあ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 。年間がいくつぐらい？年間110だね。110、うん、あ、まあちょっと少ないかなって感じか。少ないかな。110か。お盆とかないからな。あ、お盆ないだから。お盆ないから、ね。夏休みとかはない。ないない。夏休みもないの。ないよ。それきついね。はあ。なるほどね。なんかありました、ゆきさん最近。え、ごめん。気にしないでください、ゆきさん。最近なんかありました？最近ですね、ちょっとデジモンにハマってたんで。出たー！デジモン顔面倒しで。デジモンさっきね話したの、さいね。30分ぐらい話してるユキ。来たのよ、得じゃん。やべえよ、これ。デジモンだけじゃん。めっちゃ細かいのね。やばくね。全然わかんなかった。めっちゃも話してくれたよ、マジで。そう、もちろん、まあ、俺はね合わせたけど。ロークレモンの必殺技2ついって。そう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 。言える。言えてる言えてる。ガイアホースと。俺がいたんだけど。もう一個は？あとね、取れないと。ブレイブトルネード。ブレイブトルネード。分かってんじゃねえか。あ、デジモンは確かに詳しかったな、高橋さん。で、その次にワンピースの話したんだよね。お前のトゲぐらいじゃん。そう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 。意外と知らなかった。意外と知らなかった。サンダーの飯より好きだもんね。うん、そう、好きっつって全然分かんない。ワンピース新聞を購読してるのにね。そうそうそう。切ない音楽がね。タイミングがラジオ終了してくれと言わんばかり。俺切っていいやろ。そう切っていいやろ。ダリさん、最近ハマってることある？ハマってることね、最近ないからね。まあ、映画は暇つぶしに見るぐらいだから。これは洋画？洋画、邦画は見てくない。なんだっけ、ジョーカー。あ、ジョーカーは、さっき言ったやつ。ジョーカーって知ってる？知ってる。知ってる？なんか別のジョーカーじゃない、それ大丈夫。それ知らない。別のジョーカーじゃない。そっちのジョーカー。ジョーカーね。違う違う違う。バットマン敵役。あ、そうなんだ。そう、ジョーカーってね、キャラクターがいて。最近はなんかね、PL ブームか知らないけど、イットとかね、ジョーカーとか、ね、ちょっとお城に乗りたくって。映画音とかじゃない。そっちのジョーカーじゃない。まあ、ダイラは好きすぎでしょ。ダイラって書いてある。ジョーカーっていうかなり極悪なキャラクターなんだけど、そいつがなんでそういった人生をたどったかっていうふうなストーリーが描かれてる映画。そこに至るまでに、ジョーカーっていうキャラクター性ができるまでの人生の過程みたいなのなんだけど、まあね、非常にダーティーな話でした。なるほど。
デジモンとどっちが面白い？俺はデジモンの話とすり替えようとしてるぞ、この男。俺はね、ほらハマったもんじゃねえな。こいつハマってたらジョーカーか。ジョーカーかもわからんぞ。ほら、エンタメが違うから、コンテンツが違うから、ね、そうなんだよね。児童向けね、あの燃えるのアニメと大人向けのダーティーの映画とは違うから。じゃあ俺が見た大人の映画か。俺が見た大人の映画。ちょっと待って、なんかどういうことですか。気が出る。なんか18禁なんだよね。15禁。そうあれ子供には見せられないって。あ、そうなんだ、うん。もうリアルな話っちゃリアルな話だよね。あれはね、うん、そうだね。本当に起こりうる話だよね。起こりつか、起こり出てる話だと思うよ。あ、実際にあるだろう。あるよね。そういう話が。だからね、最近やっぱそういう映画、うん、まあ趣味みたいなのがあんまりないね。映画見るぐらいだと思うよ、本当に。仕事疲れて、あんま外に行きたくないとかそういうのもあるだろうね。まああるね。あ、酒飲みってぐらいだよ。外出るのがすごいめんどくさいって言ってね。でも映画なら簡単に見れるから、家で見れるからね。あ、借りてるんだ。いや、ネットフリックスだけで。あ、ネットフリックスか。うん、俺はネットフリックスで見てる。あの、やばい格好してる人が約1名いるんですけど、なんでこれ映んないんだ。僕と大さんが話してる間になぜかなんかポーズを決めて気取ってる人間が。え、明日何歳だっけ。明日なんか年齢今で20歳と、70あっちゃな。多分27歳だな。年齢公開された。96ヶ月ぐらい。これ全国もネット配信だからね。大丈夫、見てる人せんか。いや、そうですね。ゆきさんは、はい、なんか休日どんなことして過ごしてますか。スマブラやったり、ドラクエやったり、ファイアーエムブレムやったり。それスイッチ全部、全部スイッチ全部スイッチ。好きだね。そうね、好きだね。あ、大乱闘だけかと思ったらさ、意外と別のやつもやってんだね。そうだね、こうやってる。時間あるかな。まあね、ゆうきさんは確かに基本午後出社だもんね。そうそれはありがたいよな。早起きしなくていいっていう。そう、それね、超寝たい。それはめっちゃわかる。超寝たい。朝何時起き？朝で何時出てる？あ、でもそんなに早くないよ。6時半起きとかで。あ、そんな遅いの？うん、会話がやばい。こっち6時起きなんだけど。あ、だって6時半に家出てる。だって身だしなみとかあるでしょ。え、ないシフです。シフです。いや、俺10分で気が出るし。ああ。で、6時半に起きて、6時の10分に家出てる。そうで、何分でしょ。だいたい7時の電車なんだよ。7時何分？5分とか、休憩とか。ああ、じゃあ全然、全然遅いな。なんだ、ゆきさんも、あれだもんな。俺車だから、電車はないけど、まあだいたい10時から11時に起きて。うわぁ何や、最悪だよな、本当に。で、12時40分、50分ぐらいに家出てる。うわ暑いな。まあ、でも帰ってくるのがやっぱ 10時半とか11時だから。あ、でも残業そんなないでしょ。ないよ、ないよ。9月はあったけど、10月入ってからもうない。いいなぁ、定時で上がれるっていうのが羨ましいよね。定時で上がりたい。もう医療系はダメなんだろうね。でも俺今月の残業時間多分10時間いってないよ。マジで？へぇ、優秀じゃん。今月つうか、まあ10日始めなんだけど。10日始め？うん、10日始めか。でも残業とか例えば3時間したらさ、それ全部かける。かける。あ、かけるんだ。かける。あ、めっちゃかける。なんかそこ、まあ、それはいいね。なんか、まあ、それができないでやばくやばいよね。あれやばいね。なんか、新人はちょっと書きづらい風習があって、こっちは。あー、俺なんかもう気にしないから。あ、マジか。あの、このぐらい行ったんで、このぐらい勇気かって。それはいいっすね。帰るときも、やなーって書いてる。セロとかやないもん、周りボツカレって言うとさ、え、帰んのとかもさ、だからさ。あ、タイムカードタイムカードを打刻して、速攻って書いて。あ、それいいね。こっち紙に書かなきゃいけないんだよ、用紙に。あ、残業申請の時は書くよ。あ、書くでしょ、うん、残業申請なかったら書かない、優先。あ、もうそれは書かない。書くけど、まあ月締めとかで残業申請するときにさらーって書いて、うん、だけだから別に。ぜひ働くときは皆さん、ブラックの会社はね、8割9割って言われてますけど、うまく、ホワイト企業探して頑張ってください。
りあえず、ね、10分だったんで、はい、とりあえずこれでおしまいにしたいと思います、はい、ありがとうございます。じゃあまたね、みんな。